どこなんだ。どうなってやがる。誰が誰を見てる。一体何だってんだ。いないいないば。私の役に立てる。なんだここは。どうなってる。探して戦ってナイフのかけらを集めて私のもとに持ってきて認めてほしいんでしょ。私の愛はこの体が欲しいんでしょ。おいおいおい、ダメだ、やめろ。俺の頭から出てけ。相変わらず乱暴。けど自分の精神から抜け出したいなら言う通りにして。鏡で見てみるといい。自分自身それでいい。でもこの精神世界で生き残るには武器も必要。最高だ。もっと銃がいるなら自分で手に。バース待ってる。じゃあナイフを探さねえとな。だが俺の精神の奥に進むんなら目を塞いでた方がいいぞ。人金みたいなもんか。これを使ってのし上がれって。政治家みてえだな。
よう、バース。ジェイソン、俺の頭の中をかき乱しやがって、たっぷりいたぶって殺してやる。ああ、シトラはな、お前を生き地獄に落としたら何でもくれるってさ。何でもだぞ。ああ、このシトラのやり方、懐かしいだろ。すぐにお前にも俺の気持ちを分からせてやるからな。おいおい、こいつら俺の仲間だぞ。なんで俺を狙ってんだ。私が命令したから、私たちを置き去りにし敵になったお前を殺したがっている。残念だ、俺を殺そうとする奴らは俺も殺す。だから死ね。限界に挑みたいか。もっと強くなりたい。力を発揮したい。こっから出れんならやるよ。では祭壇へ。殺めた者たちと向き合って。死んだぞ。新しい銃はどこだ。俺のおもちゃは。よう、かわいこちゃん。
ほらな、悪事は儲かるんだ。じゃあ鏡んとこで何か買うか。なんだよあれ。その心に渦巻く邪悪な感情、それがこの世界に混沌と危険を生み出す。言ってくれるね。この試練は覚えてるぞシトラ。仕方ねえ、やってやるか。うわっ、いよいよ本当の不思議の国だな。アリスちゃんはどこだ。次の試練に挑む覚悟がいい。生きて残るか、失敗して死ぬ。子供の頃からお前を憎んでる。この手で殺すと決めていた。怒ってんのかシトラ、ブチギレだな。だがまずはビビった方がいいぞ。くだらない遊びを続け。
突き動くのは弱さしかない。俺を十字架にかけて生まれ変わらせろか。死は時に救いとなり、そして死は時に救いとなり、そして終わりには始まりがある。いい言葉だ。くそ、相当やばいのを吸っちまったか。何も思い出せねえ。できる銃とかありゃいい。
またな。またここか。俺は何回死ねばいいんだ。まるで猫。虎だな。戦い続けて、奴らに力を見せつける。お前が手にすべきものを勝ち取って。アーメン。仲良くなれそうにねえな。なんだ？おい、こらやめろ！殺して金がもらえるとはな。イカれてる。そう、殺し、死に、弱き者から奪えば強くなる。つまり、ここから出たければ止まってはダメ。オーケは猫をも殺すっていうもんな。上等だ。
通じゃねえな。今のって俺の幻覚か？なんだ、今のやつなんか落としてったな。